ターリー・ターキーは、プロダクション人力車に所属する日本の女性、お笑いコンビ。スクールやか24期生。左から伊藤奈美、玉、はるか出身。結成日は5月18日。伊藤は、男女コンビ志望、玉は、誰とでもいいでやか時代に、相方探しをするも断られ続けて誰とも組むことが、できず。それを見かねた人に言われて、しょうがなく結成。 そしてもう一人余っていた女性を誘ってトリオでスタートした。しかし、結成2ヶ月ほどでその女性メンバーが脱退。結成したばかりの頃は、伊藤と玉は直接話をすることがあまりなく、その女性メンバーが仲介役となってお互いの話すことを伝えていたという状態だったが、その仲介役がいなくなり、二人きりになって何を喋っていいかわからない状態でこの時解散の話が、 持ち上がったが、伊藤が、私はたまと、まだまだやってみたいと話したことでコンビは継続、現在に至る。やか卒業後の2016年にプロデビュー。コンビ名は、二人で、初めて食事に行った店がターリー屋だったことにちなむ。ターリー屋が、自分たちの原点だと話している。舞台衣装は、黄色が貴重であるのが特徴。以前は、アイドル、女優のイベントにも、ガヤ枠で、 定期的に出演していた。2018年10月、神奈川県警相模原警察署より、防犯応援大使に任命される。千葉テレビ、白黒アンジャッシュ内の大会、白黒マイナス1グランプリでは、2017年、2018年、2019年、2020年と4年続けて、決勝戦進出。2020年、白黒マイナス1で、 決勝出場4回目にして優勝を果たす。キングオブコントでは2020年に自己最高となる準々決勝進出。女芸人ナンバーワン決定戦ザ・ W では2019に準決勝まで進出。2020年は準決勝で辞典となったが、スパイクの新型コロナウイルス感染による欠場に伴って繰り上がりで決勝進出を果たした。たまによると、 このことを決勝戦一週間前に知らされたということで自分たちは落ちたと思っていたことからてんやわんやだったという。そして全国ネットのテレビ番組でネタを演じたのはこれが初めてだった。2020年1月からオフィシャル YouTube チャンネルを開始、コント、漫才ともに演じている。コントしかやる気がなかったということで結成3年目ぐらいまでの頃はコントしかやっておらず。 4年目の頃に M-1 グランプリにも出場したいために漫才も始めたとのこと。コントでは、一例では日常に隠れている小さな共感やあるあると思うことなどをネタにしている。例えば、伊藤は娘役、玉は母親役、または老人役など不景役を演じることもある。2020年のザ・ W 決勝戦出場時には、 今死んでもいいと思ってネタをやっていると語っていたことがある。ネタは主に二人で持ち寄ったものをまとめて作っていく手法をとっている。セリフは基本、東京出身の伊藤が標準語で大阪出身の玉が関西弁。同じ事務所の先輩のドランクドラゴンの塚地武氏、宮尾から方言があることでちょっと邪魔になってしまうと言われたことで玉のセリフを標準語に直すことも 検討されたが、玉が標準語が苦手で、感情が死んでしまい、コントにも支障が出るということで、そのまま直さないことにしたという。自分たちのコンビのルールとして、ショーレースはは全部出るということは決まっているという。パイレーツ・オブ・エディは2016年1月17日開催のライブをもって解散。レギュラー出演している、ビット、若さの新常識体の秘密での企画の、 一貫として出場。玉のン伊藤はこれについて全然覚えてないと話していた。白黒マイナス1グランプリ2020の収録が行われたのは2020年11月25日。ザ・ W で繰り上がり決勝進出が決まる前のことだった。伊藤なみに関するカテゴリー、玉遥に関するカテゴリー。ありがとうございます。